テレ東。韓国への輸出管理強化について世耕経済産業大臣は今日、貿易管理の専門家には常識的な話と述べて、23日から行われる WTO 世界貿易機関の一般理事会で各国の理解が得られると改めて主張しました。これおそらくですね、貿易管理の専門家が聞けばもう極めてよくわかる常識的な話だと思うんですね。あくまでもこの輸出管理上の国内の措置だということはよく分かってもらえると思います、がきちっと説明の努力はですね、していきたいというふうに思っています。また WTO の会合では今回の措置について、WTO で認められている安全保障のための適切な制度運用の見直しと説明する方針を改めて示しました。また、韓国との協議再開については、二国間のやり取りの内容が双方の事前合意なく公表される状況が改善されない限りは難しいと述べた上で、情報発表に関して韓国側が日本との合意を守ることが前提だとしました。我々が何かやることはありませんが、韓国側がしっかり整理なり訂正なりをしていただくことがまず信頼回復の第一歩だろうと。一方、韓国のキム・スンホ WTO 主席代表は WTO での論戦について、日本が発表してくるであろう内容を予想して、それに応じて韓国の論理を集めると述べました。また今回の措置がどれほど荒唐無稽で馬鹿げているのか、私たちがうまく説明すれば通商関係者であればすぐに理解できると述べ、韓国側の主張に自信を示しました。